母さんかわいそう。いつか化けて出るよ。いただきます。コンタクト買いたいんだけど。父さん前にも言ったろ、コンタクトにした方がいいって。ドミは可愛いんだから。私可愛くなんかないや。誰がコンタクトにしていいっつったんだ。メガネ壊れて。んなこと聞いてんじゃねえ。ああ色気づいちゃってさ。トミエちゃんやらしい。一人で帰るなんてさ冷たくない。うちらこれからカラオケ行くんだけど付き合うよね。バーが食うに決まってんだろ。食うんだろ。私金欠なんだよね。もちろん貸してくれるよね。はい。日曜なのにどこも出かけないの。ん？たまには一緒に映画でも見に行くか。友達が来るの。え、そうか。父さんのこと気にしなくていいぞ。そうじゃなくて邪魔だからどっか行っててくれる。これ洗い終わったらパチンコでも行くか。お願いします。どっか行っててって言ったのに最近どんどん親父っぽくなってきちゃって。相当寒いわねあなたの親父。ほんと。どうぞ。古いし汚いしおんぼろでしょ。ほんと最悪の家ね。あ、ねえあのシミ人間の顔に見えない？やめてよ。お化けでも出そう。昔お化け屋敷だって噂になったことあるんだ。それってあんたが住んでるから？違うよ。だってほら、あ、いたずらだよ。変わった本ばっかりね。相当変態だよやっぱり。ああ、この部屋には怨念が渦巻いている。こんな古い家に親父と住んで、学校ではいじめられて、あなた何が楽しいの？かわいそうね。
はマリーの冷たく輝く金色の瞳に目を奪われていた。うちでディナーをしていきなさいよ。マリーの言葉は春風のささやきのようにアンを誘った。彼女の誘いに危険の香りを感じたアンだったが、マリーの瞳を見ると断ることはできなかった。マリーの屋敷は街道からブナ林を抜けたところに人目を忍ぶようにひっそりと立っていた。何これ、あなたが書いたの？うん、私小説家になるのが夢なの。誰かに読ませた？うん。じゃあ初めての読者にコーヒー入れて。はい。お待ちどうさま。これ面白い。本当？ねえ、マリーは美人なの？うん。男はみんな彼女を一目見たら虜になるの。へえ、そうなんだ。インスタント。ごめん、今うちそれしかなくて、今度豆買っとくね。続き読んで。ここ。暖炉の上には大きな鍋が湯気を上げていました。アンのお腹はグーグーなって止まりません。それが聞こえたのか、マリーは大きなお皿いっぱいに襲ってくれました。スープを一口すすると体が芯から温まり、お肉は口の中でとろりと溶けて甘い香りが広がります。アンは頬をピンクに染めて3杯もおかわりをしました。マリーはその姿をニコニコ眺めていました。それって恋人の肉だよね。どうしてわかったの？だって殺したじゃない。そう、困ってシチューにしちゃったの。困ったんじゃないよ、愛してたから食べたかったんだよ。富江さん、すごい。人の肉って食べたことある？ないよ、そんなの。ないのに書いてるんだ。富江さんは食べたことあるの？今度食べさせてあげる。ただいま。ちょうどよかった、ケーキ買ってきたんだよ。こんな人と結婚したんだ。え？幸せね、子供まで作って。あ、ケーキなんかじゃごまかされないわよ。すぐ入れるから。帰る。ちょっと待って。富江さん。